よろししくお願い,いたします,しいしますさあ今日はトイザラスドリームおもちゃクリエイター2023開催発表会ということで夫婦揃ってお越しいただきましたありがとうございます、はい、これからの未知数がいろいろあるかと思うんですがどうなんでしょう家族みんなでトイザラスに遊びに行くことなんていうのもあるんじゃないかななんて思うんですがしょっちゅうだよね、はい、それこその間も3、ね、日前か はいあのー、お台場のトイザラスに行って赤ちゃんの着させたり脱がしたりあと洗濯それをやる洗濯機とすごいんですよそのいろんな, <laughs> なんかこう,そうそのも,もちろん赤ちゃんは持ってるんですけどそのこの服を洗濯する洗濯機が欲しいって言い出してでそれを買いに行ったらその物干し竿とかいろんなものとか。<laughs> その いろんなものをとにかく揃えて <laughs>、はい、いや私といっても、はい、そんなに多分大量には買ってもらえないって分かってるからパパとトイザラスに行くともうこうやって帰ってくるんですよ荷物いっぱいに帰ってくるから、はい、まあ私的にはたまにのね、はい、親子時間だからいいかと思うんですけど、うん、びっくりするぐらいの,あのあ、ね、お洋服だったりとかそういう家電製品。 赤ちゃんの家電製品を買ってきてきました完全にトイザラス担当みたいにはなってますね僕はその娘たちからしたら <laughs> なんかデレデレのパパっていうのがなんかすごい伝わってきましたけれども<ー>いやでもなんか赤ちゃんが欲しいってその3歳の子が言い出すってなんかあったんですかなんかこう小さな子は。いやーもうほんとドキッとしたよね最初赤ちゃんが欲しいって言われた時は、まあ、だからそうですね、あのー、下の子はやっぱり結局 お姉ちゃんになりたいから、うん、そのお姉ねはいるけど従いないからその自分もお姉ちゃんになりたいっていうのでやっぱりだから本当にその人形もそうなんですけど街中にいるすごい子供とか赤ちゃんとかにもすごい興味があってそう勝手に触りに行ったりするからちょっとそこあれなんですけど。 じゃあなんかもう私の妹早く欲しいわみたいなことってもう言ったりするんですか言いますねもうん、だから赤ちゃんが欲しいって言ったので、うん、じゃあトイザラスで買ってきて <laughs>、ね、トイザラスに売ってるよね<ー> <laughs> 買ってきてもらいました実際にお二人は何か三人目とか考えていらっしゃいますかいやなんかヒーボー君はね、はい、なんか本当何人でも欲しい感じの考えいや <laughs> 僕はもう全然それやっぱねもういつでもと思ってますけど やっぱそこはやっぱなかなかね、二人とも働いてますから、まあ、奥さんの仕事の感じもありますしね。はい、授かりものなので、ねうん。僕はいつでも。はい。<laughs> はい。近藤さんの方はいかがですか。そうですね。やっぱり、もうちょっとこう夫婦で知名度を上げて。こう <laughs> <laughs> すごい戦略家だね。なんか、こういうのって、その愛情とかさ。愛の結晶みたいなイメージあるけど、夫婦の知名度を上げて。 やっぱり大事だから子育てにおいて3人っていうのはねお金もかかりますし倍かかりますのでこんなリアルなところがちゃんと親としての責任も大事だと思うのでっ数秒授かかりと言てたけどやっぱり本当のことべらないとダメだと思ってこういうとこではそうなのでやっぱりちゃんとね地に足がついてからというか。 もうちょっとジャンパケとしても太田博彦としても、はい、近藤千尋としても太田夫婦としてもね価値がもうちょっと上がってから頑張ろうかなと思います。